こんにちは、画家でジャーナリストの増山瑠奈です。今日は暑いんでデコ出しで失礼します。今日は日本共産党の綱領を読んだ感想を喋ろうと思います。座間味亜礼さんみたいでしょ。で、これは日本共産党の、憲法にあたるものなんですけど、党のどんなものかっていうことを2004年1月17日の第23回党大会で採択して、もともとは2000年の11月24日に党大会で改正したものです。で、この中で歴史観とか小林武二の時代から、日本共産党は1922年7月15日、科学的社会主義を理論的な基礎とする政党として創立され、党は日本国民を天皇制から主権在民、国民の自由と人権を勝ち取るために戦ったり、封建的な地主制度をなくし、農民のために戦ったりしてきたということなんですね。確かにこの党の歴史はすごいなという気がしています。で、今回の選挙の後、維新も社民も緑の風も党首が責任取って辞めますとか、今度は小沢さんのところがどことくっつくのかなとか、その選挙のたんびにパワーバランスで議席の数によってコロコロ人がくっついたり離れたりしてるのを見てると、お前らの芯は何なんだっていう気が私も強くしてきて、どこを支持したらいいもんかのという気がしているんですが、そういう意味でその党の憲法がある、綱領がある日本共産党が今回議席を増やしたのは、まああながち、正しい部分があるのかなと思いました。できたら緑の党もこれから綱領を作ったりしてほしいなと私は思ってるとこなんですけど、他の党って綱領あるんですかね。あんまり読んだことないんですけど、これは昨日赤旗の集金を、払いに行った時に地域の赤旗の党員の方にもらったんですけど、改めて読んでみると、ああ、こういう社会観、歴史観なのねというのが分かってよかった。で、もう一つ思ったのは、東京でも吉良よし子さんと山本太郎さん、反原発派の方が2人当選したんですけど、日本共産党の吉良よし子さんは、脱被爆ということはあまり活動ができない、言えない、それなんでなのかなと思って、綱領にこのヒントがあるかなと思って読んでいました。で、13ページに、核兵器の廃絶に関わる解決策はない、ノーモア広島、ノーモア長崎という原水爆禁止世界大会の声は世界各地に広がり、国際政治の上でも核兵器廃絶の声はますます大きくなっているが、核兵器を世界戦略の武器としてその独占体制を強化し続ける核兵器固執勢力の企みは根強いと。で、その中でもアメリカ一国の利益を世界平和の利益と国際秩序の上に置き、国連をも無視して他国に対する先制攻撃、戦争を実行し、新しい植民地主義を持ち込もうとしていることは重大である。というようなアメリカの軍国主義と、核兵器について書いてるんですけれども、原発のことはどこにも書いてないんですよね。で、今回事故が起きて改めて分かったんですけど、ああ、原発って地震とセットにすると核兵器並みの破壊力を持つんだっていうことはみんな感じたと思うんですよ。で、それが日米原子力協定という名のもとに、強制的に日本に押し付けられてきたということを考えると、新しい時代の綱領、共産党さんも作っていただいて、その原発についてどういうスタンスなのかということをきちんと明記した方がいいんじゃないかなと思いました。で、党員の方たちはこの綱領をもとに全ての思考や思想を作っていらっしゃるということなので、そこでもしの原発に対して、そして押し付けられる被爆に対しての、ことが書かれている文面を新しく皆さんで議論して作ったり、明記したりしたら変わるんじゃないかなと思ったりしました。で、あと環境問題についての綱領、書いてある部分がほとんどないんですね。一応ここに環境破壊や社会的格差の拡大などへの有効な規制を可能にするということが書いてあるんですが、もう少しの環境問題についてどう取り組むのかというようなことが具体的に書いてあった方がいいかなというのが読書感想文でした。で、それは自分自身にも言えることなので、増山玲奈の綱領っていうのを自分でもちょっと考えてみたいかなと思いました。というわけで感想でした。吉良よし子さん、当選おめでとうございます。ではでは。